カルテット以外の人のメンバー紹介するの忘れてました。ギターマリアとフミヤ、パーカッション中山祐希、それから、ピカソ3人です。最近は先生と呼ばれてます。キーボード森秀彦、ベース東純二、ピカソの生活指導を担当しています、辻原哲也です。今日は本当にどうもありがとうございます。アンコールってことでいいんですよね。時間ちゃんとチェックしてきましたから、まあ、大丈夫です。見えない扉を開けば
けさ、そっと触れた唇。